プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その1週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はい、毎度お越しやすつららーん、雑貨屋つららーんの職人翔ちんでございます。今日はね、あるところにやってきました。ここはね、若狭高浜という、町ですね。この雑貨屋つららーんではかなり初期の動画でビーチコーミングをただただするっていう謎の動画を上げたことがあるんですけどそこの町ですね。これね、歩いてったら海があるんですよ、砂浜の。でね、ちょっと今の時期ってほら海水浴客が多いんじゃないかなと思ったんですけど、なんかね、でもね、一緒に乗ってた若い子たちはね、多分ね、降りんかったので、この駅で美浜っていうね、もうちょっと先の方に行くんじゃないかなと思うので、こっちの砂浜はまあおらんのちゃうかなと思うねんけどな、ちょっと心配。今日はね、ちょっといろいろね、予定があるんですよ、海で。まあ街ブラブラしながら歩いていきましょう。はい、こんな駅です。割となんかね、綺麗な駅ちゃうおばちゃんが手で切符回収してたけど、まあね、綺麗ちゃう。あ、ちょっと地図ちょっと見ときます。どんなとこか。僕の住んでる舞鶴からね、電車で20分ぐらいですね。3駅かな。はい、こんな感じでね、もうね、ほら、この辺りは海がね、たくさんあるんですよ。ほら、もう至る所にね、釣りしたり海水浴したりね、いっぱい観光地になってます。夏だけ賑わう街ですね。あ、まあ大きい声出したかなふふ。いや、これ何年ぶりやろな、僕来るの。だいぶ経ちますよ、3年。あ、でもそっか、あの YouTube 始めた時って3年前やから、高浜市場キナーレ。キナーレっていうのはね、方言です。キナハレいうことですね。まだ閉まって、え、開いてないんじゃん。あ、ちゃうわ、大丈夫や。まあ別に行くことないねんけどああ、まあちょ、とりあえずブラブラ歩いていきましょうか。暑いな。今日はね、もう熱中症対策としてね、いろんなもん万全できましたよ。予定がね、今ね、ちょうど12時ぐらいなんですけど、予定が全部うまいこといくかな。暑いね。まだでもね、直射日光ガンガンっていうわけじゃないかな、今日。うん、なんか曇り空、ちょうどええ感じちゃう。これ海のとこ行ったら涼しいんちゃうかな。ここずーっとまっすぐ行ったら海なんですね。でもまあ10分よくないな、10分ぐらい歩かなんから、ちょっと歩いていきたいと思います。大丈夫かな、今なんかタイムラプスになってた気がすんねんけど僕喋ってたけど大丈夫かな。熱っ。とりあえずね、ちょっとマスクいらんわ。とりあえずね、海へ着いたら予定としてはちょっと一本、動画撮っておきたいのがあって、その後にね、時間があれば絵を描いて動画にしたいと思ってます。あ、でも風あると涼しいわ。すごいヒラヒラしてる。暑いから恥ずかしいとか言ってられんからね。はい、見えてきましたね、あれが。なんて言うの、あれ、城山公園って読むのかな。城山海水浴場ってあってね。知らんかった。そう、漁港も入ってるんですよね、高浜漁港。いや、でも頼むわ、もう人少ない方がいいな。撮影しにくいから。結構ね、舞鶴って言ったら海のね、街っていう感じを受けると思うんですけど、舞鶴ってね、砂浜がないんですよ。だから海があるって言っても、漁港とか、なんていうのかな、埠頭みたいなところがあるだけで、砂浜の海来るって僕めちゃめちゃ久しぶりだから、3年ぶりか。ちょっと楽しみやな。もう日焼け止めバッチリですよ、今日は。なんか普通に街ぶらしたい感じもあるけどね、あんま暑くなかったら。風吹いたら涼しいな。あの元禄餅って有名なとこちゃうかな、これ。これ確か有名なとこやで。高浜名物ってなってるね、うん、餅食べたいな。さあさあさあ、そろそろ見えてきたかな。確かね、この僕のチャンネルではね、海描いたことないと思うんですよ、砂浜の海。え、何あれ、乗車したい時。すげえね、これ熱い。
やろあれ。まあ、今お金取られるのかな。取られるよな、もちろん。お、海見えてきましたね。はい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 、来ました来ました。これでもね、漁港やと思うねんな。もうちょっと進んでいかんと砂浜がないと思うんで、海水浴場の方に行きますね。左やね。いやー、ちょっと匂いが変わってまいりましたよ。懐かしい。あれあれあれ書いてんな。あ、これもええな、この景色。こっちちょっとね、なんかなんていうのかな、島みたいになってんね。これをね、いつぞや描いた気がする。だいぶ前やけどな、僕は高校生ぐらいの時。あ、この景色もええな。おー、ええやん。はい、これを左曲がります。あ、なんかできてる。あー、でもええ景色いっぱいあるな。今日はもうね、絶対暑いと思ったんで着替えをね、持ってきました。暑い、汗かいてるもん、すでに。海やってきましたよ。暑っ。あんま風ない。これ何、どれが正解なの、これ。こうなってたんやんか。どれが正解や。こんな建物とかなかったもんね、昔はね。これ何なの。はい、あれが見えてきたのが若狭富士というやつです、ね、おっちゃんに教えてもらいました、高校生の時に。なんか富士山みたいにね、ちょんがりすぎやけどな、てっぺんが。綺麗な形の山なんですよ。なんか道綺麗になってる気する。こんな整備されてたかな。いや、なんかこんな綺麗じゃなかった気する、名前は。でもこの車とかって海水浴客？すげえ、これ保育所なの。すごっ。エンジンは作ったのかな。さあ、ちょっと緊張やな。人おるかな。はい、やっと着きそうですね。この車たちが海水浴客やったら結構おるってことやな。なんこれ、海、魚と旅するマーケットって。あ、ほんまや。え、こんなんできてんねや。海町って感じ。へえ。あ、そうか、北陸新幹線がね、開通するからか。へえ、なんか綺麗になってるわ。テラス席とかあんねんな、おしゃれ。あんなとこでめっちゃねえ、ええやん。あのデートで、デートしたらめっちゃええんちゃう。はあ。まあ、デートする人もおらへんねんけどもやな。これすぐひっくり返る。さあさあ、来ましたよ。砂浜です。さあ、どうでしょうか。え？料金所？料金いるんかな、これ。あ、料金いらないみたいですね。びっくりした。駐車場客だけかな。あ、人おらんのじゃ、これ。あ、大丈夫や、全然。じゃー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 、海ー。あ、全然人おらん。あ、こっちの海人気ないんや。よかった。すごい風気持ちいい。うわ、懐かしい。ここで僕、この間ね。この間じゃない。2年前か、ちょうど。ビーチコーミングしてた海です。うわ、ええやん。綺麗なってるわ。ほんで全然何も落ちてない。やっぱあれやな、海水浴客が来るためにね、これ一斉清掃したな。これな、ええ格好しよったな。ああ、ええわ。これは最高のロケーションやで。ここでちょっとね、撮りたいもんがあるんですよ。ちょ、いっぺんじゃあね、動画止めてそれ撮ろうかな。水着ギャルおらんのかな。あんまおらん感じやね。うわぁ、海や。ちょっとテンション上がるな。若狭富士を見ながら、わぁ、この砂踏む感じな。うわぁ、ええわ。僕ね、だからこうやってね、海見るよりもね、こう、砂浜見ちゃうんですよね。なんかええもん落ちてへんかなっていう。なんか綺麗な貝とか落ちてるじゃないですか、こうやって見てたら。いや、海を見んと。ほら。ねえ、この海が
繋がってんねんからね、世界と。すごいよな。まあまあ日本海なんやけどな、これ。バリバリの。海よ、俺の海よ。いやー幸せだな。うわーすげえ、綺麗綺麗。まあどうでしょうかね、まあでも綺麗な方ちゃう、ほら。どう？まあ綺麗な方やね、透明感あって。うん。まあでもちょっとね、ホームページに載せてるあの綺麗な海の写真と比較すると、ちょっとあれあれ、ちょっとお前加工してへんかっていう感じなんですけど、でも綺麗ですよ。まあうちのおじのね、沖縄の海と比べたらあれやけど、まあ透明感高いんちゃうかな。でもなんでこんなこっち海水浴客おらんねやろ。なんでなん、やっぱ三浜の方行くんやな、みんなな。こっちええやんか、穴場スポットちゃう、これ人おらんからね。全然おらへんで、ほら、あそこに唯一家族連れみたいな。はい、今撮影が終わりました。いやーよかった、ちゃんと撮れてるかな。あーよかったよかった。とりあえず一件落着です。これでまあ別に絵描けなくても今日の目標は達成したので、いやーすがすがしい。天気もねちょうど良かったんですよ。なんか薄曇りっていうか、カンカン照りでもないし、雨も降らへんしみたいな。ただねちょっと残念なことがね、水着ギャルがいないんですよね。家族連れしかおらへんな。寂しい、悲しい。うわーでも懐かしい、ここやん、ここ、ここがねビーチコーミングしてたとこね。どうですかこのロケーション。ええー、わー。じゃあちょっと、休憩を挟んでですね、絵を描けたら描きたいと思います。トイレに行きたいんやけど、トイレこれ左ってなってるけど、どこ、え、あれじゃないのトイレって、どこにあるトイレこれあ、これあれか、どうやって行くのそれ。トイレどこ、これやな多分な。これ越えてったらええんか。よいしょ、うっ、入れて、これか、あ、これやこれや。これちょっとトイレ行きます。トイレ行って休んでから絵を描きたいと思います。熱っ、なんかどこでも絵になりそうな感じするね。ええー、わ、言うてもね、ここね、閉まんのが5時ぐらいやから、今何時や、4時間ぐらいしかないんやな。ささっと描いて帰りましょう。でもこういう感じなのかな、若さ藤入れた方がええかな。なんかね、波打ち際そんなに、なんちゅうかな、あ、ここ行けるやん。そこまでね、ザザザザザザじゃないんですよ。静かやね、こっちの湾はね。せやからなんかこの水際を描いてもあんま用ない気すんねんな。こっちもええよな。あ、これええやん、広角。うわ、ちょっと迷うな。ちょっと歩いてみようか、いらんとこ。ほら、水着ギャルがおれへんねんて。いやね。わかった、水着ギャルあっちや。あっちの方や、これ。あっちにもあんねんな、そういえば。そうか、あっちの方に行ってんのか。不審者やから。あ、でもそんなおらんくない、でも。あ、ん？あ、そうか、こうやって体洗うとこもあんねんね。ええやん。ええやんやんけど、ちょっと腰下ろしてゆっくりするとこないねんな。ちょ、僕、さっき撮った動画の確認したんやけどな、ちゃんと撮れてるか。なんかゆっくりできるとこないんかな。ないよねー。マジか。はい、すべての撮影が終わりました。ただ途中でさ、雨が降ってきてさ、一応折りたみ傘持ってきてんねんけど、なんか降ったりやんだりなんですよね。カップルがイチャついてやがる。クラゲに刺されたらええな。いやー涼しい。今全部の撮影終わってね、帰るところです。ちょっとお腹空いたので駅の方で何か食べて帰ろうかな今日は。いやー今日はいい日やった。絵も描けたしね。またね、今度はゆっくり絵を描きに来ようと思います。ビーチコーミングもしたいしね。今ビーチコーミングして面白いんやけどな。めっちゃ綺麗になってたわ。海水浴客が来るからでしょうね、綺麗になってましたね。さあ帰ろう。今さっき気づかんかったけど、こんな写真スポットが。そう、福井県はね、あの龍有名なんですよ。福井龍とか取っとく？一人寂しく。
虚しい。なんだろうこの虚しさ。一人で恐竜と写真撮る時ほど寂しくなる時ないよな。悲しいなったわ、なんか分からんけど。懐かしいですね。動画で10年前のスケッチですって紹介したやつはね、全部ね、あの当時ね、平山郁夫さんのスケッチに憧れて描いてた時のもんですね。今また違う描き方になってますけどね。いやー、また海行きたいですね。また動画撮りに行こうと思います。楽しみにしててください。